はい、どうも。今日はですね、2019年の4月13日土曜日なんですけども、ちょっとこのところ2、3日ですね、結果報告ができておりませんでしたので、順次結果報告していきたいと思います。よろしくお願いします。今日も検証トップバズ収益日記、それではスタートです。で、2019年4月11日の結果なんですけども、主要こちら6アカウントの合計になりましたね。4月4日に単価落ちがあって、でその結果ですね、新しくアカウントを作って、でそのアカウントもですね、収益が発生しまして、で6アカウントの合計がこちら 682.80 円ということになりました。まあ、今後ですね、どうなっていくか、お楽しみくださいませ。では最後までご覧いただきましてありがとうございます。